とりあえず他に人間がいないか探しに行こう。まだ行ってない部分もたくさんあるし。なんてこった、なんてこった、地面の色がここだけ違う。なんだこいつは。いや本当になんだこれ舗装した跡かな。女の子、あ、サイの河原じゃないかこれ。ここ普通の道が続いていたはず。こんなところにセーブポイントですよねあ、ヤシチがいっぱい投げ込んだんだろうな。石が積まれている。子供？こんなところで何してるの？お母さんとお父さんは？お姉ちゃん、ん？石を積んでるの。石？怖い人が怒っていったの。ママとパパより先に死んじゃったから親不孝者だって。罰を受けなきゃいけないから石を積み上げろって。でも私が最後まで石を積み上げようとしても怖い人が来て全部壊しちゃうの。怖い人？一番上に合う石もなくしちゃったパパ、ママ、あなたのお名前は？サナエ。サナエさん。よし、サナエちゃん、お姉ちゃんが一番上に青い石を探してくるよ。本当？うん、だからちょっと待っててね。ありがとう、お姉ちゃん。あれ？サナエちゃんって聞き覚えが。あの、跳ねられて亡くなっちゃった子だよね。この子、交通事故のニュースで。一番上に合うし、よし、これにしようぜ。こういう橋好き。あ、三途の川の向こう側に行こうとしてる人たち。先に相手向けって。手頃ないし、これを渡してきていいのかな。あ、もう向かうことが。この石を渡さないっていうプランあんのかな。さないちゃん、この石はどうかな。ぴったりだよ。やった、完成だ。ほんとかな。ありがとうお姉ちゃん。ふふ、どういたしまして。お姉ちゃんのおかげで私、あー、ぐにゃってる。ママとパパにバイバイできるよ。死んだことを意識した。怖いけどもう行かなきゃ。うわあ、そんなことする。すごいゲームだな。このドットの方も こっちまで、ここもうすごいな。ありがとうお姉ちゃん。いきなりギャーってくる系じゃなくていいね。よく見たらとんでもないことになってるの。さない、返さない、許さない、ドラげない、どれだろう。今声が。逃がさない。後ろ後ろ。逃がさない、逃がさない、かける6。お、これは追っかけっこが始まる BGM だな。あ、当たった乗り込め、逃げろ、おいでおいでしてる。あれ、追っかけてきてない。おっと、あ捕まった。おいでおいでじゃなくて、おいおいってことか。ああ、こうして死んでいた。あそこにいた女の子気になるな。最初から石も拾えないか。
ソルキーを押しっぱなしにしても当たりそうだったな。あ、しまった。あ、危ない。おっと、そんなワープはずるいでしょう。ずるいでしょう。危ないでしょう。ちょっと丸尾くんみたいな言い方になっちゃった。ズワリなんとかでしょう。変国、まだ浅い部分かかな。この煉獄とかいろいろあるからね。さっきの、こんなに走ってダイエットしちゃう。お母さん、お父さん、お家に帰りたいよ。ゲームオーバーになった時跳ねられた映像があったけど、肉体はもうダメになってんのかな。ろうそくが。なんで鳥居がこんなところに。何か書いてある。変国。ここは一体どこなの。あ、ろうそくの火が消えた。通ると、これ触ると消えちゃう。あ、消えちゃった。大丈夫かな。命の火消えちゃってない。全部触っちゃった。おや、ん、あれ、ここお社の中みたいな。お札も貼ってあるから、安全な結界の中かとか、そんな感じか。あ、開かない。私、車に轢かれて変な川を渡って、それでここは一体どこなの。お腹すいたな。グーグー。祠がかすかに光っている。光に近づけば暖かく体が冷えそうだが、これ触れないっていう選択肢もあるけど、触れることで何か怪奇エネルギーみたいのが入っちゃってエンディングに作用するとかあるのかな。触れると暖かく怪我が元通りに消えた。これなんだろう、お供え物とか。でも飲み物は濁ってるし、なんだか不気味だな。でも飲んでみよう、ごくごく。ダメだ、全然開かない。わー、オーディエンスがいっぱい。何この影、どうしよう。道はここしかないのに。進まなきゃ。全部剥がしてみよう。2階席聞こえる。あ、めっちゃ見られてる。なんて？何？どうしよう。嫌な予感がする。逃げよう。また追っかけっこ？あれ？来ないな、もう。床も若干シミができてるし。ビニールのまま、おしんじょんじょんぱつむじゃん。もう、あれ、すげえ、すげえ。だんだん近づいてくる。だんだん心を惹かれちゃう。どこが隠れられる場所は？壺。ここに隠れるのは難しそう。使えそうだもんな。もうちょっとダイエットしておけばよかった。これ、OK？ なんでこんなところに。んって見てる場合じゃない。どこか隠れる場所を探さなきゃ。皿の破片。本の中。古い巻物に本が。あ、悠長に過ごしていたら。この裏とかどう？違う。ここに隠れるのは難しそう。じゃあこのでかい仮面の中かな。ここなら隠れられるかも。上から見たら一瞬で隠れそう。なんだろう、この心臓みたいな。体のいろんな部品がぐっちゃぐちゃに合成されてるような感じだったね。家に
帰りたいよ。あ、太巻きが美味しそう美味しそう。あ、巻物だった。ボロボロの座布団、ボロボロの仕切りだ。血がべったりと付着している。特に目ぼしいものはないですか。ないね。開いた。お、セーブポイントが達筆すぎて何て書いてあるのかわからない。それ本当に達筆かな。ただ字が汚いだけかもしれないぞ。古文書系結構あるからな。で、昔の文字に見えてたらね、クソ字が汚いだけとか。今の影って、今度はあれと追いかけっこかい。あれがあいつの視界か。さっきの、こんな狭いところで見つかったら絶対に逃げられない。道はここしかないし、先へ進むしか。だけどどうやって。あそこのくぼみはいっぱいいるし、あの生き物から隠れるのにちょうど良さそうかも。気をつけて移動しなきゃ。であれでしょ、お腹が出っ張ってて、あ、バレちゃったっていう。こんなくぼみでも見えるでしょうに。どんな視界の悪さだよと突っ込んではいけない。お、セーブポイントがある。細かにセーブポイントがあるってことは、それだけ即死要素が多いってことだね。忘れてて読みにくいけど、三途の川見聞録。三途の川は四岸と彼岸を隔てる境目にある川。川には三つの私があり、生前の行いにより渡る場所が異なる。また三途の川と関係しているのが西の河原。西の河原とは三途の川の手前にある河原で、親に先立ち冥土の旅に出る子はこの河原に立ち寄り、石積み落ちなければならない。さっきのあの川って、ここで、えい、何、そっちからも来ている。くぼめ、くぼめ、よし。おっと、早い早い早い。そんなのまでいると。お、あ、なんか光ってる。雑巾が消してるみたい。間に合うか。よし。べっこう飴。メニューから選択することで傷を回復することができます。さすがべっこう飴だぜ。あれ、何か落ちて。紙切れ、何か書いてある。ここは一体どこなんだろう。さっきから変な化け物が周りをうろちょろしている。早く帰りたい。同じように生きながらして、インしてこっち来ちゃった人もいるのかな。私と同じように誰かもここに来たのかな。その子は家に帰れたのかな。なぜメモを残したんだろう。自我を保つために書き記したのか。うわ、ベッドリーの。右側行ってもあれかな、そこの通路にいたやつがいるぐらいだから。危ない危ない。こいつたまに振り向いてたよな。大丈夫かな。あれ、今振り向いたけど判定大丈夫だったのかい。キョロキョロ。こいつだけこんなに漏らしちゃって。この足だ。バレとるやん。どうして。はい、早く逃げなきゃ。それやっぱりお腹がつっかえてたんでしょう。
どんなにうまく隠れても頭隠してお腹隠さず。もうダメ、走れな。お香の匂い。あ、ギャーって叫ばないように口元抑えられてる。あら、綺麗なルージュ。男性かな女性かな。お嬢ちゃん、気がついたかい？もうちょっとじっとしてておくれな。あいつに気づかれちまう。この先行き止まりだったんだ。このまままっすぐ逃げ続けてたら、アメリカ横断なんとかクイズみたいに、あの通って突っ込めばもしかしたらバリーン割れたかもしれんぞ。ほら、もう大丈夫。怪我はないかい？ あ、はい。あなたは？私はイッサ。イッサさん、何パンプですか？ダでもザでもズでもないよ。そうさ、イッサさんさね。お前さん、いろいろ聞きたいって顔してるね。ここはどこで？さっきの生き物とか。ちょいとお待ち。ここはいろいろと危険だからね。こっちにおいでな、お嬢ちゃん。あ、イッサさん。エッサホイサさん。壁も床も血で真っ赤に汚れている。うわぁ、真っ赤な壁にあるのは何だい？これは真っ赤な誓い。すいません、ちょっとニコニコが復活したもんで最近それに合わせてニームとなったワードもどんどん出ちゃうかも。さあさ、こっちにおいで。イッサさん、見た目はちょっと怪しいけど。あ、いや、見た目で判断するのは良くない。私のこと助けてくれたし、悪い人じゃないよね。これはイッサが入ったやつなのかな。わーい、セーブポイント、わーい、セーブポイント、美味しいです、セーブポイント。あ、ダメなの？俺はセーブポイントの方が大事なんだ。